こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、皆さんの大好きな麻生財務大臣の名言を一覧にしてみましたので、一緒に見て考えていきましょう。それでは画面切り替えますね。はい、タイトルはですね、麻生太郎に栄光あれ、カニブックス社ということでね、出版はされておりません。というかカニブックス社ってのは多分ないですね。ワニブックスの間違いなんじゃないかなと思いますけども、さあそういうことはね、どうでもいいんで次行ってみましょう。パン、最後の画像、あ、最初の画像ですね、失礼しました。最後じゃなくて最初の画像です。こういうことを言ってましたよね。コロナ対応をめぐって、日本の死者数ってのは海外に比べて日本は少ないんだっていうことに関してですね、オタクとはうちの国とは国民の民度のレベルが違うんだと言ったそうなんですよ。まあこんなことを言うもんですからね、世界中からもうね、非難轟々ということでございます。まるで日本人はね、みんなそういうふうに思ってるんじゃないかなって言われちゃう、思えちゃうんで、麻生財務大臣ね、マスクはしてますけども発言も、チャックしていただきたいかなと思ってますね。次、はい、これですね、先ほどのことに反省してるわけではありません。老後2000万円問題ね、これ去年だったですかね、これ金融庁からの報告書を受け取らないよって言ったことに関して、表現自体が不適切だったと書いてますよね。表現というかね、まあ麻生財務大臣のこの金融担当大臣っていうところが不適切だったんではないかなというふうに私は思いますけどもね。次どうでしょうか。はい、これはね、いろんなことをね言って麻生財務大臣がもうね怒られた時ですね。それは記者からの質問で、ご迷惑をおかけしたということはないんでしょうかって聞こうとしたら、はい、大きな声で言えやみたいな感じでね、こう盗ったたけたけしいというか、自分が怒らしておいてね、なんか追及されるとこう怒って反論みたいなね、もうとんでもないやつですね。もうこれはね、いい年して何をやってるんでしょうかということでございます。はい、まあどんなエピソードなのか詳しくは知りませんけどね。次です。はい、いい加減死にてえなと思っても、とにかく生きてられますから、と、うん、いい加減死にてえなと思ってくださってるそうですね、麻生財務大臣。何があったんでしょうかね。まあちょっとここはね、発言をちょっと私は控えようと思います。いろいろとあると思いますので、皆さんのお気持ちそのものを私がね、発信したいところでございますけども、今日は押さえておきます。次の画像いきましょう。はい、まあいろいろとね言われたんですけども、麻生財務大臣たまには謝るみたいですね。不快に思われるならお詫び申し上げますということで、その態度が不快だよと、うん、お詫びする態度にさらにお詫びしろみたいな感じでね、飛んできそうですけどもね。なんか子供を産まなかった方が問題発言ですか。これは良くないですね、麻生財務大臣。次の画像いきましょう。ドン、これですね、先ほどの問題。これはね、少子高齢化について何かお話ししたときに、長生きしたお年寄りは悪くないんですよと、問題なのは子供を産まなかったやつらなんだってことを言ったことなんですよ。子供を産まないやつが悪いというね、うん、これはどういうことなんでしょうか。麻生さんの政策が悪かったから子供の産めない環境とかね、それは家族とか子供とか欲しかった人がなんでね、その夢がさせなかったというと、国の財政が悪いからっていうのもこれあるんじゃないかと思いますんで、責任感じた方がいいですよ。やっぱ自国民が自由に家族を持てない、そんなね、国を作ってしまった自民党、そして麻生副総理の責任は重い、もうまさにね、万死に値するバカかと言われそうですよね。はい、次ですね、影麻雀市長欠席、逃げてる資金成人から批判とありますけども、この見出しからあんまり関係ありません。あくまでも下の方読んでいきましょう。これまではパクられても少年 A で済んだが、二十歳から必ず名前が出るという、ね、的外れななんかこう演説を成人式で言ってますよね。これが、なんかね、一回の、なんと言いますか、大人の言うことでしょうかね。しかもこの成人式かなんかに、若者に激励する意味で来てるのにね、こんなこと言っちゃっていいんでしょうか。どっか頭のネジが外れてると感じざるを得ません。次です。はい。何でしょうこれ。何を調子のいいこと言ってんだよって。それを言ってんのはあなたでしょうって感じですよね。これは森友問題でいろいろ揉めた時にまた逆切りしてね、追及を逃れようとしてる麻生さんのいつもの作戦ですね。もう聞いてられないですね、この人の言うことはね。次、はい、いつまで生きてるつもりだよと思いながら見てましたよってことなんで、また高齢者の方をね、またバカにする発言ですよ。いつまで生きてるつもりだよと、うん、そういうことを言うわけなんですよね。皆さん気をつけてくださいね。次の画像、はい、90になって老後が心配とか、わけのわからないこと言ってる人がって言いますけども、90になって老後の心配いいじゃないですか。なんでこういうことすら認めないんでしょうね、この人はね。しかもマイクで声を大にしてわけのわからないことを言ってる人というふうな個人攻撃をしてますね。
ひどいもんですよね、これ。90歳になって老後が心配って思うのは普通の気持ちじゃないですかね。90になっても若々しくいたいですし、90もまあまさに老後なんですけども、95、100のことを考えて何かわけのわからないことなんでしょうね、これは。次、はい、これどうでしょうか。喧嘩は弱い、勉強もできない、しかも貧しい家の子、3つ揃ったらまず無視というのが麻生財務大臣のスタンスらしいです。こういう人がね、やっぱこう権力を持ってほしくないやなと思いますよね。喧嘩は弱い、勉強もできない、しかも貧しい家の子ね。これ3つ揃う人は、まあ、いないとも限らないですよ。まあ、それは昔は分かんないですけども、今は麻生財務大臣の統治が悪いからじゃないですか。こんなことを言ったらね、じゃあ喧嘩弱くて勉強もできなくて貧しい家の子は無視してもいいんだって風潮を広めるじゃないですか。責任を持った発信をしてほしいですよね。次、責任力。責任ないですね、この人はね。あかんな。それはね、民主党に政権奪われるわけですよ。この人はね、自分の自民党政権を奪われた責任も感じないといけないですし、その責任をね、やっぱこう取っていかないといけないけども、責任力がなかったってことをこれで示したかったのかな。責任力がないですね。どう思ってるんですか、麻生さん。つまんないこと聞くねって。つまんない人にはつまんないことしか聞けないですよ。まったくね、今まで何やってきたんですか、佐藤さん。佐藤さんじゃない、麻生さんですね。じゃあ次の画像いってみましょうか。一生懸命仕事を探して面談をしている方に急に割り込んできて、今まで何してきたんだってからね、ニートをバカにするなって話なんですよ。せっかくね、仕事する気になってハローワーク来たら、これ偉そうな人が出てきて、今まで何してたんだと、もう関係あるかみたいな感じですよ。履歴書でも読めみたいなね。こんな人がいる限り、求職者はその仕事を持つことに成功するわけがないですね。嫌な係員ですね。次、森友改ざん、悪質なものではないというふうに言っておきました。悪質な人が悪質なことをしてると、悪質同士で打ち消し合って大したことじゃなくなるんですかね。麻生財務大臣の部下が死んじゃった例なんですけどもね、悪質でないんですかね、これがね。いやー、麻生さん、何一ついいこと言ってませんね。最後の一枚です。はい、私どもとしてはセクハラ罪という罪はないという事実を申し上げただけね。こういうふうに得意になって言ってますけども、これはね、セクハラで被害を受けた女性がなかなか聞いてもらえないということで、セクハラ罪はないんだみたいなことをね、麻生さんが言ってまた問題になってましたけども、それ謝るばかりかね。いや、セクハラ罪って罪がないという事実を申し上げただけだよみたいなね。どういうことなんでしょうかね、これはね。まあ、とにかく人を怒らすことに一生懸命というのが麻生さんの正体なのかなと思ってしまいます。スライドは以上かな。はい、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんの大好きな麻生太郎さん見つかったでしょうか。それではね、次回も麻生さんの発言に注目でございます。チェックイン。それでは、いってらっしゃい。